こんにちは言語画プロデューサーの岩美です編集長していた言葉のプロとして思いを言語化するお手伝いをしていたりワークショップやセミナーを開催しています YouTube では伝わる文章の作り方のワンポイントレッスンをお伝えしていきます今回は実際にいただいた原稿を私が添削してどういうポイントで文章を作ったらいいのかという実例を紹介していきたいと思いますはいではセミナーの告知文の添削をしていきたいと思います 激する社会で新しい学びを促進。 Google 元トレーニングマネージャーのデジタル学習設計を3時間で学ぶ新時代の研修デザイン入門新型コロナの影響で集合研修が中止になってしまい優秀な研修講師コンサルタンの方でも収入が激減してしまったというお話をお伺いします一方でオンライン講座に挑戦されている方もいらっしゃいますしかし集合研修をオンラインにしただけでは受講者の満足度や実践度が下がってしまう例もありますオンラインでの学びは集中力の持続が難しいので集合研修とは違う設計方法が必要です 私たちは多くの人に自分の個性、強みと最新技術を活用して質の良い学びの機会を作ってほしい、さまざまな人が時や場所などの制約を超えて楽しく効果的に学ぶ場に参加してほしいという思いから、2年前に私たちは、 新しい学びの提供者育成コースの展開をスタートしました。対面で集合できない状況でも、リアルタイムの対話、個別での学習、相互の学び合いなどを組み合わせた方法で学びを効果的に促進することができれば、参加者がマイナメイに参加してもらえ、成果にも貢献できます。この講座は新しい学習デザインに関する入門編として企画しました。バツバツバツ米印という google の元トレーニングマネージャーが開発し、世界で活用。 されている学習ツールでコンテンツを制作しながら最新の技術や方法論を使いながらコースを設計するための基礎を学びます。 えー、バツバツバツは Google のトレーニングマネージャーやった開発者が作った世界中でユーザーが増えているツールです AI コーチングで自分のプレゼンテーションを即時フィードバックしてくれる機能など魅力的な機能が続々搭載されている大注目の学習アプリケーションですあバツバツバツについてはホームページこの講座は次のような方におすすめです自分の得意分野を生かしてセミナーやビジネスをしたい方企業副業兼業の準備をしたい方講師やコンサルタントの仕事でセミナーの効果的な設計を考えている方企業で人材育成を効果的に進めたいと考えて いる方などにとって最適なコースです。こんなご心配ありませんかこのまま集合研修ができなくなってしまったら、集合しなくても効果的に学習の場を設計していく方法論が学びます。特にことがあるけど、コース設計なんてしたことないんですけど、オンライン研修の間に自分の簡単なコースを設計していただけます。そもそも人前で話すのが苦手なんですが、大勢の前で話すのが苦手な人でも、自分でオンラインコースが作成できるようになれば、自分の得意なことを可能性が広がります。動画配信、テスト、課題提出、ディスカッションなどに活用できます。中央に住んで 住んでいいいるるので関係ないと思っている方、地方に住んでいる方こそ可能性があります。独自で生かして多くの地域にコンテンツを届けていく可能性が広がっています。ちょっと細かい 文章の例えば句読点の打ち方だったりとか、ちょっと日本語としておかしな部分とかも細語もあるんですけども、今回は大枠の説明をしていきたいと思います。え、今までの動画でお伝えした基本にのっとってこういうことを入れなきゃダメだよというちょっと概念的な要素プラス具体的な点査例というのを紹介していきますね。はい、えっ、ー、とこちら。 基本です。この3点は、文章を作るとき、こういったセミナーの募集、あるいはチラシ的なもの、を何でもいいんですけれども、必ずこれ、文章を作るときに押さえておいてほしいというところです。まず、提供したい相手、文章を届けたい相手は誰なのか。今回は研修の講師ですね。で、ファット、これは自分たちが提供するもの ですね。まあ、売りたいものとか何をお伝えしたいのかっていうところです。今回はオンライン研修のやり方みたいなところですね。オンライン研修の方法、まあこんなツールを使ってやろうよっていうところが伝えたいところです。で、バリュー、まあベネフィットって言い方もしますが、えー、これは このフー研修講師がこのセミナーに参加することで何を得られるのかということですね。逆に言うとこのオンライン研修のセミナーというところの価値の部分です。これは何かというと、まあ、誰 この研修講師にしてみたら新時代を生き抜く武器が得られるようになるよというところがポイントですここの3点をきちんと最初に理解し把握した上で文章は組み立てていきますこれがないとどこに向かっていくんだかなんか多分頭の中ではここら辺ぼんやりあるんですこれを忘れてしまうとでもなんか言いたいことがずれていってしまうことが多々あるのでこれを抑えながらこの人たちに向けてこのことをそしてこの最後の何を伝えるのかっていうのが 明確に伝わるように表現していきますでは具体的な添削ですまず見出しからこの見出しの部分は最初にお話ししました TBB トップボディーボトムでいうところのトップの部分で最も大切な部分ですここではこの研修で得られる価値が何なのかというところを伝えました先ほどの1個手前のことで言いましたね新時代を生き抜く武器が得られるものであるとなのでこれを伝えます AI 活用した新研修スタイルでコロナ禍でも勝つ つまり生き残れますよと。研修スタイルですね。研修講師の方たちが今までのやり方ではなく新しい研修をしたらコロナでも勝てますよ。で、ちょっとここに AI 活用っていうのはまさに今の時代っぽい、これからの時代っぽいっていうところをちょっとこう相手に刺さるように言ってます。今までのアナログではないぞというところですね。そしてその下の見出しのところでは、Google モードトレーニングマネージャーが開発した。 っていうところはやはりこう信頼性を担保するっていうところですごく大切なワードだと思ったので残してありますそして3時間で学ぶっていうところもこの短時間で習得できるっていうとこがポイントだと思ったので残してありますで、より分かりやすく言うためにこの新しい学び とかいうのがちょっと分かりづらいんですよね。だから激変する社会とかいうのがちょっと分かりづらい新時代とか言われてもちょっと分かりづらいのではっきりと今の時代は何なのかオンライン時代に一言に集約してます Google 元トレーニングマネージャーが開発したオンライン時代の研修ツールを3時間で学ぶこれで多少ちょっとイメージつきやすくなったかなというふうに思っていますで本文の方に入っていきます本文といってもこの頭の部分はまだトップの続きになります見出しでまずなんだかちょっと興味がありそうだなと思って引き付けて 本文を読んでもらえることになったら更にこの頭の文章のところで相手の心をしっかりつかむ必要がありますので、えー、私は今回この人たちが何か気になって読んだけど本人たちがそこまでもしかしたら気づいていない可能性が高い潜在的な課題をズバリ示唆するというやり方をしました。 新型コロナの影響で多くの集合研修が中止になった今元通りの世界をただ待っているのか新しい研修スタイルを手に入れて新時代を生き抜くのかそんな決断が求められるタイミングが来ていますもう時代は来てます。 そしてこのままだと生き抜くのかという言葉を使っていることで、このままだと死んじゃうかもしれないぞ、多分皆さん不安を抱えているんです。なんかちょっとどんどんリアルな研修なくなっちゃってオンラインになってるけど、大丈夫かな、このままでって、漠然とした不安をなんとなく持っているみたいな状況に対して、このままで本当にいいのそしてもう次の一歩踏み出さないとやばいんじゃないもう決める時だよ、今。っていうことを訴えかけます。 そして、えー、と見出しでも入れたように、勝つという言葉を入れています、つまり生き抜くということと、ここをリンクさせているんですね。 あのあえて見出しで使った言葉とリンクさせるような言葉っていうのを中にも散りばめるっていうのは非常に大切な文章の作り方のコツになっていますそしてその本文が始まっていったところですねでここはですね自社が提供している商品説明の部分になっているんですけども正直言って非常にこう私たちはやってますみたいな感じで非常に正直弱いなと私たちはやってます私たちはやってますって感じの文章ですよねここの部分に関しては 私たちはこんなことをすでに2年間やってきましたそんな実績があるんですっていう表現に変えましたなぜならばここはこの人たちに任せても平気なのかっていう安心感を提供することが必要だからですつまり私たちがやっているものは間違いないんですよっていうことを相手に伝えるそれはその根拠となるのはなぜなら2年も前からやってるからですそしてその下に実際の参加した方たちの効果が成果が 現れてるんですよっていうことを伝えることであここのツールを使えばなんか大丈夫そうだな2年間もやってるし大丈夫なんじゃないかなっていうふうに相手に安心感を与えます。 ここがいわゆる根拠ですね。具体的なもうちょっと数字が出てきたりなんかこうどれくらいの方が参加してこんな効果が得られましたみたいなことが言えてしまえるともっといいと思います本当はそしてこの本文の続きの部分ですねでここもこの講座は私学習デザインに関する入門編として企画しましたこれも私たちは企画しましたなんですよねこれも相手にとっては私たちが企画したっていうことよりもこれは研修デザインに関する入門編ですっていうのをズバリ言ってしまった方が相手にとっては分かりやすい ですね、私たちが企画しましたってもうやっぱちょっと私たちっていう話し言葉になってしまっているんではなくてこれはこんなものです。具体的に事実だけをズバリ言う方が相手にとっては分かりやすいし親切な表現になっています。そしてその下の米事実の説明のところなんですけども物のの説明をする時にもここは本当に物の説明なので事実ベースをただ並べるだけで OK です。でなるべく端的にここ読まない人もいるかもしれないしでもやっぱりちょっと知りたいみたいなことが あるので読む可能性があった時になるべくもうシンプルに端的に短くまとめるのが非常に大事ですなので語尾のデスマスは全部省き体現止めにしてファクト事実だけを並べた書き方に変更しています最後のここまとめの部分でこの講座はこんな方におすすめですよっていう部分なんですがこれはまあこんな方におすすめっていうのはまあこれでいいと思うんですけれどもこの講座おすすめですの下に「最適なコースで」ってこれ同じことですよね言ってる内容。なので こういいいったものは省いてくださいそして最後えこんな心配ありませんかって書いてあったんですが最後に問われてもちょっとなっていうもうここまでお話をしてこんな研修ですよって書いてあったのでこんな不安が解消されますともうズバリ「提供価値はこれですよと」と最後ダメ押しですよね言ってしまうっていうのがいいと思います。でこのピンクで直してるところは言葉の表現驚っこしい言い方とか分かりづらいところを直したものです。そして最後これが直し 本文になりまます。すちょっと長いいい。んですけど、ま、た聞いてください AI 活用した新研修スタイルでコロナ禍でも勝つ Google 元トレーニングマネージャーが開発したオンライン時代の研修ツールを3時間で学ぶ新型コロナの影響で多くの集合研修が中止になった今。 元通りの世界をただ待っているのか新しい研修スタイルを手に入れて新時代を生き抜くのかそんな決断が求められるタイミングが来ていますすでにオンライン講座に挑戦されている方もいらっしゃいますが集合研修をオンラインにしただけでは受講者の満足度や実践度が下がってしまうという報告もありますオンラインでの学びは集中力の持続が難しいので集合研修とは違う設計が必要です私たちは多くの人に自分の個性強みと最新技術を活用して質の良い学びの機会を作ってほしいさまざまな人が時や場所 場所などの制約を超えて楽しく効果的に学ぶ場合に参加してほしいと既に2年前からオンライン型学習スタイル新しい学びの提供者育成コースをスタートしてきた実績があります対面で集合できない状況でもリアルタイムでの対話個別での学習相互の学び合いなどを組み合わせた方法で学びを効果的に促進することができれば参加者が前のめに参加し成果にも表れますこの講座は新しいオンライン研修のデザインに関する入門編ですバツバツバツという Google の元トレーニングマネージャー 開発し世界で活用されている学習ツールで。 コンテンツを制作しながら、最新の技術や方向論を使ったコースを設計するための基礎を学びます。バツバツバツは google の元トレーニングマネージャーが開発した世界中で利用されている大注目のツールです。ai トレーニングで自分のプレゼンテーションを即時フィードバックしてくれる機能など、魅力的な機能が多数搭載。この講座は次のような方におすすめです。自分の得意分野を活かして、セミナーやビジネスをしたい方、企業副業兼業の準備をしたい方。講師やコンサルタントの仕事でセミナーの効果的な設計を考えている方。企業で人材育成を効果。 進めたいと考えている方こんなファンが解消されますこのまま集合研修ができなくなってしまったら集合しなくても効果的に学習の場を設計していく方法論が学べます得意なことがあるけどコース設計なんてしたことがないオンライン研修の間に自分で簡単なコースを設計していただけますそもそも人前で話すのが苦手大勢の前で話すのが苦手な人でも動画配信を制作すれば ok 他にテスト課題提出ディスカッションなどを活用できます地方に住んでいるので収入が少ない地方に住んでいる人こそ独自性を生かしたコンテンツを制作すれば 多くの地域の方にリーチできる可能性が広がります以上となります一番最初の文章と比べてもう一度見てみてくださるとこの違いがわかると思います本当であればもうちょっとこの内容自体も知っていれば全体的なことを私でガーッと書き直ってしまうということもできるんですが今回はあくまでもいただいた文章の添削だったのでそこまで赤字をガツガツ入れることができなかったんですがそれでもかなり効果が出たんじゃないかなというふうに思っています いかがでしたか 実際の文章を編集者はどういった視点で見ているのかあるいはどういったポイントで文章を作ったらいいのかみたいなことが少し分かりやすかったんじゃないかなというふうに思っています今後も皆さんの原稿を添削してもいいよという人がいれば公開しながら添削というものをやっていきたいなと思っていますコメント欄であったりとか直接メッセージの方を送ってくださればやり取りできたらというふうに思っております皆さんのコメントやチャンネル登録あるいは直接メッセージお待ちしておりますこれからも、触りやすい文章の 作り方たくさん紹介していきたいと思います。良ければチャンネル登録。